じゃあちょっと始めます。まあ僕の得意な1音数、まあ今日は43なんですけど、2800の XH を使ってウィードフリップの実践をちょっと今からやってみたいと思います。狙う場所なんですけど、打つんかな、このこういうウィードパッチをまあにフリップして落としていくっていう釣りなんですけど、まあこれはあのコツとしてはその狙うスポットを的確に打っていくっていうのがまあ重要なところで、まああとは細かいテクニックとかは必要ないですね。まあとにかく長い竿を使うのがまあ有利な釣りは釣りなんで、あのちょっと試しに打っていってみます。釣れそうな、いい場所は丁寧に打ってた方がいいです。細かくそのいい悪いを判別するのはね、やっぱり釣り込んでもらわないと分かんないと思うんですけど、ここなんかはあのちょうど孤立したパッチなんですよね。周りがちょっと抜けててフラットがあったりして、まあつながっていることはつながっているんですけど、密度が薄く抜けているものをこのように縞状にパッチ状になっているので、こういう中っていうのはやっぱり魚入りやすいので、こういうところを見つけたら丁寧に一つのパッチでも何頭もして止めたり動かしたりして誘って、結構魚が出るんですけど、
い痩せとるな。好きですね、これね。すごいいいところに上がってます。がっつり。顔大きいけどな。後ろが。来た、55ぐらい。いいね、来たね。これもいい当たりしてましたな、これ。また50アップきました。ラッシュですわ、これ。うん。いいコンディション。危ない。来ました。来ました。パラバタ。パラバタ来た。でかい。でかい。でかい。これでかい。これでかい。パラバタ。パラバタでかいよ、これ。でかいよ。でも大したことない。まだまだ来ました。パタパタ効いたね。パタパタとホールで食ったよ。見たか俺の実力を。血が出てます。これは飲まれたわけではありません。リグり方なんですけど、まず浮き止めゴムっていうかシンカーストッパーですね。シンカーストッパー2個これ入れてくれる。まあ1個でもいいんですけど、2個の方が確実にずれないんで2個で、まあタングステンのシンカー、これね、あのシンカーもあのいろいろあるんですけど、なるべく小さくまとまったタイプの方がいいです。あのすっぽ抜けとかもないので。で結び方なんですけど、以前ホームページで紹介したように、まず上から愛の上から通してください。上から通してもらって、この針の根元に
あの本結びっていうか、まあ、餌釣りで結ぶ結び方ですね。で巻いていきます。5回巻けば大丈夫かな。この時注意するのが、これあのフロルで結構張りが強いので、しっかり持ってないとくちゃくちゃになっちゃうんで、しっかり持って巻きつける。綺麗にこう並べていくわけですね。で規定回数、まあ、5回なんですけど、巻いたら道糸の方を引っ張ってもらって、まず軽く止めてもらって、これで一応軽く止めた状態ですね。こういう状態になります。でこれじゃあまだあれなんで、今度こっちのアスビ糸の方を締めて、もう一回ギュッと締めると、これで完成なんですよ。結び目が綺麗に並ぶように結んでください。で、まあ、ここはこう、なぜこういう結び方をするかっていうと、あのシンカーが当たっても、タングステンのシンカーが当たっても結び目を傷めることも少ないので、まあ、その点ラインブレイクに軽減できるのと、あとフッキングの時にあの起き上がるんですね。これがテコの原理じゃないですけど、通常はこういう状態なんですけど、合わせた時にこれぐらい立ち上がる。で口の中で刺さりやすい。これをすると結構バレるのは少なくなるので、で結び目を根元で切るんじゃなくて、少し残してこれぐらい 2,3 ミリちょろっと残すのがコツですね。でワームはまっすぐセットする。一応だけ確認してもらって、針先をちょっと隠す。でこれまっすぐセットしないと、やっぱりホール中にくるくる回ったりするんで、まっすぐこう折れ曲がったりなんかすると良くないん でこの浮き止め進化なんですけど、きっちり止めるんじゃなくて、5ミリぐらい、少し新幹が動くぐらいがベストですね。あ、これくっつけちゃうと、やっぱさっき説明した通りワームがこういう風になっちゃうんで、もう折れ曲がった状態だと杭が悪いんで、少し離してちょっと